立ち回りできるんだけど。ほい。このゲームお決めすればわかる。おら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 。最大までは突入してなかったけど、結局はやっぱりマージン入ってるんだよな。ほんとに12分っていうと結構だからな。ほい。俺入れて、神入れて、キラキラ7人、ありがとうございます。ほい。多いね、キラキラもね。ね、やっぱり最大になってるか最大になってないかでだいぶ違う。正直言うと。最大になってるとね、やっぱり2ライン消しする人が多いから、それで12ライン分火力来るっていうのがね、あまりにもあの理不尽すぎる。理不尽すぎるというか。やばい。マジでやばい。ほら。他の人が2ライン消し火力送って、で、その12ライン分攻撃受けた瞬間にまた別の人から攻撃が速攻できて12ライン分来るとか、普通にザラであるから。最大はマジでやばい。ほい。ほら。特に速度速くなると2ライン消しで掘る人が多いからね。ほら、ジェイミーはそこに乗ったな。うい、うい。コントローラーはデュアルショックの PSO コントローラー使ってますよ。火力制限の使い方は良かったね、非常に。うい、うい。冷静に穴見て、掘りのルートを確保したのも良かった。おい、おい、おい。今来た初見ね、初見最大した。おい。この面かな。おら、おら、おい、おい。うん、やっぱリソース大事ですね。そのリソースを管理して、先打ちしながら、ちょいリソースを持っておくのが理想なのかな。ほい。なんか、先打ちしてもさ、リソースが、本当に、すぐに火力を送れる体制じゃないと、また、相手に展開取られた瞬間に、あの、自利品になっていく可能性が高いから、もう難しいよな、先打ちしながらリソースをちょっとだけ残しておくのって。ほいほい、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 ほい。多分それが理想的な、立ち回りだと思うんだよな。そう、リソースの管理。ふい、ふい。そう、リソースだから理想って言ってね。おい、おい。え、ね、その目で行こう。ほら。で、連パフェ取れる。美しい。17、18連パフェ。ほら、気持ちいい。ほう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 。うい、うい。美しいですね。いや、はてなじゃなくてね。気持ちよすぎや。ほら、連パフェだ。おい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 。おい、おい、いや、草でもなくてね。そして誰一人落とせなかった。まあまあ、しょうがない。バトラーだから。俺がまあ仮に12ライン送ったとしても、その前に10ライン分ぐらい送られてれば、俺のあのパフェが2ライン分で消滅しちゃうんで。まあそこは相手の画面見れないから、なんとも状況は言えないけど、その可能性もあり得るから。ほい。ほい。いやいやいや、まあまあ。これがね、俺のギャグ戦ですよ、はい。ギャグ戦にも定評があるとね。ほい、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 ほい。で、しっかりと踏んでいけ、オッケー。この上で行こう。言ってる意味がわからんが、とにかくすごい。ありがとうございます。冬も近いね。はいはい、ほいほい、ほいほい。おら。
ほいや、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 ほいや。さて、どうしよっかなぁ。ほら、とりあえず、とどめでいこう。とどめ、電磁国。全然減らない。これもまあ、マージン入る。もうマージン入るのはもう絶対条件なんだよなぁ。大体。ほい、ほい、ほい。マージンってそんなに入るもんじゃないんだけど、普通は。もう一回連覇杯狙ってみるか。T 屋根から。とどめでいこう。さあ、もう一発決めていきたいんだよ。あるあいみのあいみのエルミノだ。おいえおいえはいえ美しい連覇フェ。何連覇フェだった？15、17連覇フェか。ほい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 。18連覇フェか。だとよしよしよし、いいね、美しい。ほい、綺麗すぎ。ほい、連覇フェやっぱ美しいな。でもあの人偽装してんのか。いや、どうだ、偽装してるっぽいけど。ほいほい、竹際してた。ほい、マッチ25じゃない、 50% もあるし多いな。ほいほいほい、ほらほら、この部屋きつい、わかる。俺もなかなかバッチ集められてねえわ。あの人でも相当多義しそうではあるんだよな。刺さったら美味しいけど刺さんねえかな。ほら、いやー、多義してるから外して正解だな。ほう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 。まあ、この辺に限らず大体きついけど、てか、やべやべ。間違えてバチないね、してしまったよ。ほら。ちょっと多義欲しいな。ナイスナイス。一応耐えられるけどさ、オッケーオッケー。で、これで操作にやるとこ。無難にね。念のため。念のため二人分ぐらい多義欲しかった。一人も耐えれはしたけど。ほら、ちょっと安全に安全に。バッチくれって感じだわ。偽装してる人が一番稼いでるな、あれな。一人でも鍵をもらってしっかり操作を当てる。まぁ、ちょっとした立ち回りの技術だね。バッチネレした瞬間に、12ライン分来るからな。ほら、ほら、ほら、ほら。とどめだな。神ってブチ切れたことあるんですか？ない気がする。ほい。俺もまだゼロです。てか、そもそも試合時間長すぎ、やばいこれ。8分やばいやばいやばい。8分、これ、来るか？もしかして。お、来た来た来た。いや、ナイスナイスナイス。その人倒したのは超でかい。これで50来ました。これまたあれ来るんじゃない？なんだっけ？あ、残り50人以内でマージン来るの。ワンチャン。51人でしょ、今。あと1人倒れるかどうかだけど。ほい。ワンチャンあるな。あー、さすがになかったか。まあでも、最大は余裕で突入コースだな、これ。ほい。最大マージンは 100% 突入すると言っても過言ではない。ほら。あー、また超闇ゲー突入すんのか、これ。嫌なこったな。カットしようか。ほい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 。まだ入ってないから、とりあえず。ほい、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 ほい。ほい、ほい、ほい。それも受けるか、受けよう。ほら、アイミングで受けよう。で、あの人、タギゲしてるの知ってた。知ってたけど、ちょっと遅かったはずなのに。あいみのミスター。ほい、ほい。9分30秒いけか。もう入るな。やばいな。40人以上いてもう入んのか。30人になったけど。
ほう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 。ナイス。なんか種揃ったぞ。種さんではないけど。ほい。ほい。こっからだ。よし。はい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 。ほうほうほう。ワンチャンパフェありそうだね。なかったわ。マージン入りました。あ、まあ先打ちは大前提だけど、やはりそれよりもこんなにまだ人数がいるとなるとタイミングゲーですね。ほい。火力を送るタイミングが鍵になってくるこれ。ほい。ほう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 。ほい。まあそうなります。10分経過3ライン増えました。今2ライン消しで相手に5ライン分ぐらい送れる。6ラインかな？ほら。いや、5ラインか、多分。10分でマージンに入って、10分20秒で多分1ライン増えると思うんだよ。ほい。ほら。とりあえず、いい体勢を作っていきたい。CD アタックは無理だな、打てねえな。ほら。とりあえず、とどめで。ナイス。そこに来るのは、羽さん作れる。が、あの人が究極詐欺ゲーしてる。ほい。やばすぎるって火力が。ほら。うい。おっと、しましま隊長さん。200円スパチャありがとうございます。オッケー、ナイス、人権来た。これはでかい。ちょっと待って、ギリギリ読めなかった、今の。ほい、ほい、少々間違いない。ほう、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 ほい、ほい。これは声です。よし、ね、外しとこう。ほい、ほい。ほい。ほら、ほら、ほら。初スパチャで、勝因の息子はアミヤさんの動画を見て、テトリス99に始まる。ハマりました。いつも楽しく見てますと。ありがとうございます。嬉しいですね、やっぱり。そう言っていただけると。やばい。今どれくらい経ってんの？闇深いな、相変わらず。ほい。ほいほいほい。はい、1ライン消しで遅れるから。ほいほいほい。ナイス。これ強いぞ。ほら。ほら、ナイス。13分経過、最大まで近いな。ほい。ほら。これは超究極タイミングゲーです。ほい。ほら。危ねえ、先打ち今ギリギリ間に合った。よし。これで。さあ、どうだ。下も送って、上も送って。あ、で、あの人、タゲ来てるけど、どうだ。あー、やばい。あそこでタゲゲしてる。ギリギリ間に合ったけど、下行こう。下行って、これで。オッケーオッケー。で、今度左下の人タゲゲするから、ちょっと待って、俺にタゲ来い。頼む。これタゲゲした人超有利。やばいやばい。頼む、タゲ来てくれ。ただの一覧消しろ、これもう超遅れるから、タゲゲーした人が勝つゲーム来た来た、ここで来たぞ、よし。タゲゲーだ、タゲゲータイム。おら、一覧消しで、もう一覧消しでいい。よし、刺さったけど、これで先打ち展開取られてる。受けて。さあ、どうだ。一回送った、一回送った、一回送ったから、これで相手も辛くなってる。で、バッチリ、よしよし、展開取った、展開取った。よし。よし、はぁ、怖これ。タゲゲー、これがね、超究極、超究極タゲゲーの闇だね。危ねえ。ひろきくんとドリミくんだったか。
あれで永遠にタギ来ないともう9割方間違く。うん、まあなんとか1回分ね、タギ来たんでね。タギが来た瞬間に火力をくれたのが強かったな。危ねえ。マジで危ねえわ。あれでターゲット来なかったらもう絶望ムーブだったね。まあ、ここはちょっと運の要素だな。圧倒的運の要素。タギゲーだ。残り3人の闇が深すぎる。本当にね、あの状態だとただの一覧消しで相手に12ライン分も遅れるから、ターゲット来た方がやばいんだよな。